皆さんこんにちは。旅するアーティスト、タリキペインターの地球です。明日で草津を立ちまして、まず東京に向かうんですけども、昨日の動画でもちょっとお話ししたように、次の行き先決まりましたので後で報告したいと思います。まずはですね、今日夕方にですね、地蔵の湯に行ったんで、その模様をお届けしたいと思います。今日もね、地蔵の湯に行こうと思いますよ。前回の岩竹かな経由で来てたんですけど、前々回ね。でその前も全然、まあ家から直接だったんですけど、今回また違うルートで。時間は誰か入ってるかな。あ、入ってるっぽいですね。音が聞こえてない。あ、今日はなんかすっげー効いた。足がなんかビリッビリ。ちょっと夕方で寒いからかもしれんけど、はい、ということで地蔵の湯に行ってきた様子をお届けしました。今日はね、郵便局にちょっと荷物をね出しに行った、あの次の行き先に、荷物を送るをですね、手続きをしてきたのですけども、その、まあ、帰りにねちょっと寄って、まあすぐ近くなので寄ってで、帰ってきたという感じで、夕方のね4時ぐらいかな行ってきたの。でちょっと前回前々回はもうちょっと早めの時間あったんで、それもあるかもしれないんですけどね、ちょっとその外の気温との差ですかね。なんかやたらこう今日前回前々回と比べて暑く感じて、すげえビリビリきたっていうのと、あとはなんかまあちょっとまあやられてたんでしょうね。特に手足、まあちょっと傷もあるっていうのもあるんですけど、それで結構来たんですが、でもなんかやめられないというか、いい感じになって癖になるというか、そうですね、やっぱ効く感じがしたんですけど、明日もね、明日は一応11時半のバスで立つんですけど、で大量のまあ手続きというか、まあ立ち会いねが10時ぐらいかなの予定なんで、それ終わってで、まあ徒歩で15分ぐらいかな。まあちょっと一回荷物はバスターミナルのコインロッカーにでも預けて向かうと思うんで、トータルで、まあ、20分くらいかな、そこ寄るのも合わせるとですね。なんでまあまあ余裕かなとは思うんですけどね、そんなにまあなんか長いこと使ってられる感じのとこではないので、まあせいぜい長くて15分とかかな。まあそんなにね、特に本当ただ入るだけって感じの場所ですから、あんまりゆっくりも使ってられないっていうのもあるんですけど、そうですね、そんな感じで考えているんですけどね。で次の行き先なんですけど、そうですね、何日か前の、ちょっと尾道行くかなみたいな話をしてたんですけど、ちょっとそれがなくなりましてですね、であとはちょっと、まあ、今のところ辞めるって決めてからすぐに別の、ね、派遣会社にちょっと連絡取って仕事探したりしとったんですけど、それがちょうど昨日かな、連絡が来て、ですみません、行き先ですね、熱海になりました。熱海駅からまっすぐのとこですかね。なんでまあアクセスは悪くない、いろいろと買い物とかでそういった、利便性も悪くなくて、で、まあ、東京からもそんな遠くないので、
いいかなとは思ってるんですけど、うん、まあまあ次の仕事がまたちょっと、そうですね、次実は洗い場の仕事なんですよ。あのまあね、本当はフロントとか接客が良かったんですけど、まあ、で一応ゴールデンウィーク明けまでの2週間じゃありません、2ヶ月弱なんで、まあなんとかちょっとなるかなというのもあり、でちょっとまあ今回ね急に辞めるっていうのもあったんで、あまりこうなんていうか、でそんなに紹介してもらえるものも多くなかったんで、その中から選んで、でまあそれに決めたんですけど、まあまずはちょっと行ってみて、で熱海はねちょっと気になるゲストハウスとかもあって、そこでまあスタッフ募集してたりとかあるので、ちょっとその休みの日とか、まあ、あとはね前乗りで、そうですね、その現地でピックアップしてもらうんですけど、あの待ち合わせして、そのまあそれが大体11時ぐらいやと思うんですけど、だったかな、11時かなんですけど、であればなんかその日の朝東京から向かうよりも前乗りしてですね、あの泊まってからそこで待ち合わせた方がいいのかなと思ったんで、はい、一泊そのちょっと気になるゲストハウスに泊まろうかなとか考えてたりするんですよ。だったりまあそのついでにね、そのまあ周りのあたりをちょっとこう散策してもいいかなとか思ってるので、まあそのいる2ヶ月弱の中で、まあ、出会いがあるかとか、まあ、ちょっとね、アートのなんか気になるところもあったりするんで、その辺をちょっと見ていきたいと思います。あとはね、熱海というと、まあそうですね、すごく、もともとすげえ、そこに憧れてるとかっていうのもなかったし、まあ温泉街自体もね、そんなに、もともと別にそこまで、ノーマークというか、まあ以前から僕を知ってる方は、あのよくご存知の方はわかると思うんですけど、割とね、沖縄とか、そういう南国が好きって感じの人間だったんで、うん、特にねその本州の温泉街とかそんなにこうここが行きたいなみたいな憧れとかもなかったんですけど、まあ、最近になってそういうのが出てきた中で、まあ、熱海はねちょっと行ってみたい場所の一つだったんですね。は、まあ、箱根か熱海かみたいなところはあったんですけど、で熱海というとそうですね、僕の結構好きな、まあちょっと実は原作は読んだことないんですけど、小説は、火花ってね作品ありますね。あの又吉さん、ピースの又吉さんが書かれた芥川賞になったね小説を映像化したもので、あのそうですね、映画とドラマとあるんですけど、僕結構そのネットフリックス版の方かな、うん、版の方ですね、を好きで、10話か11話ぐらいのドラマなんですけど、林遣都さん主演のやつね。でまあそこのオープニングとあとまあエンディングかの舞台になっているのが熱海なんですよね。でまああれはもう多分花火の時期だから夏とかだと思うんですけど、ちょっとねそういったのもあって気にはなっていたので、そう、そしてですね、しばらくネットフリックス解約してたんですけど、今日ちょっと、なんか夜勤明けであんま今日もそんなにちゃんと寝てなかったからか、こうでさっきちょっと仮眠というか 1時間ぐらい寝落ちしてたんですけど、ちょっとこうすいません、あの口があんま回らないというか、はい、そんな感じですね。いやまあそれも含めてまあね、聞いてやってください。でなんだっけ、そのネットフリックスね、なんですけど、何だっけ、はい、そう久しぶりにね契約したんですよ。でまあ火花もね後でまたちょっとじっくり見たいと思うんですけどね、そうずっと見たかった浅草キッドをね今、そうです、まあ途中なんですけど、1時間、まあ、半分ぐらいも見てるかな、見たくてね勢いで、また契約しちゃいました。まあとりあえず1ヶ月やって見たいのは見ていこうかな。 あと水曜どうでしょうもね見れますしね、
そうですね、実はこう見たかったものがいろいろあったりするんで、ネットフリックスだと見れないのがあるんですけど、それをちょっと見たくてついついやっちゃったんですけど、で、まあ、そうですね、まあ、浅草キットペアはもちろんそのタイトル通り浅草なんですけど、で、次の、明日からのですね、3泊ぐらいかな、とりあえず3泊取った宿が浅草ではないんですけど、浅草駅からまあ徒歩10分ちょっとぐらいの場所で、橋渡った先なんですけどにあるので、まあ、浅草エリアもちょっとね、暇な時とか散策できるかなと思って、はい、そういった意味でもなんかちょっとこう縁があるなと思ってます。ネットフリックスとその浅草熱海ですかね、なんかたまたま好きな作品との舞台になっている場所で縁があるので、ちょっと楽しみではありますね。あとはまあその東京もですね、一応16日にその熱海でピックアップしてもらうんで、15日にインするとして、あとまあプラスちょっと宿、もともとの予定はちょっと13に、日生の方にね戻る予定だったんで、そこまでしか取ってないんですけど、ちょっと延泊をそこでするか、もしくは、まあ、とりあえず明日泊まってみて、良さそうやったらそこで延泊する、まあ、もしくはちょっと他を探すみたいなのをちょっと考えようと思ってます。で、一応金土と明日木曜ですね、金土と、ちょっとまた向こうでね人と会う予定があるんですけど、それ以外は日曜月曜とかは何もないので、まあ誰か会える人がいたら会いたいなとかよって、ちょっといろいろ考えたりとかしてますね。あとまあ途中で、うん、そうですね、あまり効率的ではないんですけど、まあ、寄り道してね、そうですね、湘南あたり、まあ、鎌倉とかでもいいんですけど寄ってみようかなとか、そういうのもちょっと考えてはおります。まあ、それは帰りでも行けるっちゃ行けると思うんですけど、ちょっとそれも考えてます。はい、まあ、ちょっと長くなっちゃいましたが、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございます。はい、旅するアーティスト、たりきペインターの地球でした。どうもありがとうございました。